はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、じゃん、ね、何、そう、ちゃんともう頭もねセットして、ピシッね、着替えてね、ビジネスモードにピャッとね切り替わっておりますね。あの、どうでもいい雑談と一応ね、お仕事モードは切り替えてるつもりだよ。気がついてるみんなね。はい、そんなわけで今回はアマゾンね、元気なおじはアマゾンのアフィリエイトリンクをね、貼らせていただいております。皆さん常日頃ねご協力ありがとうございますね。元気なおじのアマゾンのアフィリエイトリンクをね、リンクをポチッとお踏みいただいて、それからねなんかお買い物していただくと おじいのポイントになるです。ありがとうございますね。みんなの温かい真心に支えられて、おじいはねなんとか細く生きておりますね。あ、お菓子食べようって思ったらね、おじいのアフィリエイトリンクをポチッとね押していただいて、何買おうかなって、あ、喉が渇いたな、あ、おじいのリンク踏んで、あ、このジュースを一層超えたのもポチッ、あ、お米がなくなった、お米注文したきゃ、おじいのアフィリエイトリンク踏んでポチッ、ね、お米ってね、簡単に常日頃買っていただくと、あの、おじい助かります。ありがとうございますね。はい、そんなわけで今回はアマゾンからね、キャンペーンのお知らせがやってきました。ゴールデンウィークのお得な情報でございますね。超お得なキャンペーンになっております。もう実際何度も過去やるも、もうやっちゃったわって方もねいるかもしれないけど、でも初めてね、まあ、おじいのチャンネルを見て、でまた、あ、そのサービス使ってなかったよって方もいるかもしれないので、そんな方はぜひこれチャンスにね体験していただければなと思います。はい、まずね、一つ目ね、ピョン、はい、アマゾンミュージックですね。アマゾンミュージック、最初の3ヶ月が0円で使えちゃう。うわ、めっちゃめちゃお得だね、アマゾンミュージックね。これ月額料金を払うと、その登録してある音楽を聴き放題っていうね、そういうサービスになります。で、今ね、今っていうかね、これ初めての方限定だと思うんだけどね、過去に使ったことがある方は多分ダメだと思いますね。生まれて初めてね、この最初の3ヶ月月額0円で使えます。期間限定5月5日までね。で、これを過ぎちゃうと、もうこのチャンスはなくなってしまうのかどうなのかはわからないですね。この期限過ぎないとわからないです。それで、一つ重要なことは、5月の5日までに Amazon Music ね、これ登録していただくと最初の3ヶ月が0円なんです。なので今日4月30日なんで、今日入ると一番もったいないんでね、明日5月1日に日付が変わってから入っていただくのが一番いいよね。5月6月これ締めどうなってるんだろう。これ締め4月30日からスタートしたら5月の29日までかな。確かね、アマゾンの場合はちゃんとそこのとこしっかりしてると思った。確か電波のね、レンタル Wi-Fi じゃないんだから違うよね、これね。30日間で、ね、使えると思うんだけどもね、まあ、その辺は見てみないとわからないね。え、おじい、その辺調べてやってるんじゃないの。いやいやいや、おじいが言ったからといってね、鵜呑みにしてはいけないよ、ね。このね、このやっぱ利用規約っていうのがあるので、ね、ご契約様本人が利用規約を見ていただいて、ね、そしてご理解納得をしていただいてポチっていただくという、そういう習慣をつけていただかないと騙されるんです。これ騙されるっていうのはね、よく詐欺に引っかかる人っていうのは、まさかこの人に限ってとかね、そういうの必ず言います。警察24時見てると、なんでそんな騙されてる、いやーまさかこの人に限ってってね。だ、そうなんですね、まさかおじいに限ってって、ね、それがあるかもしれないからね、おじいが言ったかといって信用してはいけないね。必ず規約を見てね、おかしいなと思ったらね、ちゃんと確認をする、これが大事だと思います。なのでおじいはね、今全部説明したいんだけども、あえて説明しないっていうのはね、この真心、優しさなんです、これはね。はい、そして、とりあえずね、Amazon Music は最初3ヶ月ずれんですよということなので、ね、5月5日までなんで、
まだ試してない方は試してみてください。で、初めての方限定だよっていうのがね、書いてなかったらそれは関係ないと思うんだけど、その辺もね、しっかりと見てください。規約を見てください。で、期間が終了したら月額880円が一度更新されます。なので、このね、キャンセルは必ず忘れないようにというか、あの継続してご利用 の、 ね、意思がない場合は、3ヶ月ご利用になったら、終了してください。でないとね、3ヶ月0円だと言って、3ヶ月だったら自動的に解約になるのかなと思ってたら、一度更新だったのってね、びっくりしちゃうから、ね。なので、そこのところは忘れないようにしてください。はい、そしてね、次。ね、次は、オーディブル。ね、オーディブル。これがね、2ヶ月無料なんです、実は。はい。ね、で、これは、5月9日までです。ね、さっきのは5月の5日で終わりなんだけど、このオーディブルのね、無料キャンペーンは5月の9日までになります。2ヶ月間無料体験を試すことができます。で、このね、オーディブルって何っていうと、これね、こういうやつなんです。ね、オーディブルはプロのナレーターが朗読した本をアプリで聞けるサービスなんです。ね、なので、この小説とか、ね、なんかいろんな文字のやつ見たいんだけれども、でも目がしょぼしょぼしてとか、もうおじいぐらいの世代になるとね、もう目がしょぼしょぼしてぼんやりしてもう見えねえよってね、もうクシ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 って言ってね、今日大変なんだよ。でそんな時にこのオーディブルに入っていると、その読みたいものをちゃんとね、プロの声優さんとかね、あのナレーションやってる方がちゃんと朗読してくれるね、便利でしょ、めっちゃ便利でしょ。よくね、何十年前思い出そうね、まだこんなちっちゃかった頃ね、お母さんが寝る前にね、本読んでくれなかった、読んでくれたでしょね。あんな感じでね、聞きながらしやしやこう寝落ちすることもできるし、あと忙しいからこうながらでね、ながらで何かしながらこう小説を読めるっていうね、聞けるっていう、そういう使い方もできます。なのでこのね、オーディブルっていうのね、これはね、元気なうち過去に紹介したことがあってね、正直ガパンくれちゃったんだけど、FM でね、日曜日になんか同じようなのをやってたことがあるんだよ。なんかシャラ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 って、なんか川とかなんとかね、なんかその想像するようなナレーションでね、物語読んでくれた、なんかね、そんな番組があったんだよ。よく好きで聞いてたんだよね。それにね、ちょっと感覚が近いかなと思います。ね、オフライン再生も OK なんです。まあ、とにかく、プロが朗読してくれるので、聞きやすい。ここがミソです。おじいがオーディブルの朗読をやったらどうなるかというと、難しい感じ飛ばすからね。昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。そして森の中にね、入っていくと、右を見渡すと、なんだこりゃ、なんて書いたかわかんないけども、なんだかの木が生えていましたってね、こうやってどんどん走っていくんで、わけわかんなくなるよ、これね。はい、そのわけで、プロが朗読するっていうのは、すごいありがたいお話ですよっていうことです。で、まあ人気のタイトルね、こういったタイトル、いろいろ、なんかね、今の話題のタイトルとかなんかいろいろあるんでね、まあ、こういうのを朗読して聞けるということで、2ヶ月間お試し。ただなんだったら、ね、ロハだよ、ロハ、ロハ。ね、ただなんだったら試してみようよ。一回体験してみると楽しさがわかるかもしれない。ね、で、これもね、本当これです。ね、無料体験後は月額1500円自動更新になるので、これもだから継続してご利用の意思がない方は、ね、2ヶ月超えちゃう前に解約をしてください、ね。はい、そしてね、次はこれです。これはね、無料ではないです。無料ではないんだけども、これです。てってれーん。はい、対象チャンネルが最初の2ヶ月間月額99円で見れちゃうよっていうね、このチャンネル登録っていうと月額料金が、まあ、いろんな値段があるよね。
で5月9日までは対象のチャンネルは月額99円でシェールやってますよってことなんで、いや1ヶ月99円でその好きなチャンネルが見れちゃう、すごいよね。どんなチャンネルがあるのかね、っていうとこういうチャンネルだね。アニメストア、アニメタイムズとか、うん、なんかアニメなんとかとかね、なんかいろいろね、うん、いろ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 です。はい、アニメストアね、月額99円、2ヶ月ね。月額だよ、99円、初年翌月99円だよ、ね。で、アニメタイムズも99円で見ることが、あの、こち亀だ、ね。はい、そして、お東映アニメチャンネル、ね、99円。っていうか、アニメは全部一緒ぐらいでアニメチャンネルだと嬉しいんだけどね。アニメでもいろいろ分かれてるのね、チャンネルがね。うん、で、アシアプレミアムっていうのかな、これは何のチャンネルなんだろう、ドラマかな映画かな、なんかアシアプレミアムっていうチャンネルも99円です。そしてこちらね、これもアニメかな、ニクケロデオンっていうねところも99円ですね。そして NHK 子供パーク99円ね、シネマコレクションも99円です。素晴らしい。で、スター EX ね、最初の2ヶ月99円。いっぱいあるでしょ。で、シネフィルプラス、ワウワウ。ね。ウォウォウじゃないよ。ワウワウだよ。ね。なんだっけ、所さんのやつ見るとね、あーっと帰ってきてこれ見たかった。おいおいってやつで、ね。おいおいじゃないよ。丸いだよ。つってね。ウォウォウつって。しょうがないみんなね。おじいさん思ったよ、ウォーウォーだと思ったけど、はい、そんなわけで今回はこのね、おじい、なんか5つくらいあったんだけど、その中の3つ抜粋してね、紹介させていただきました。今回紹介したこの3つのキャンペーンはこの動画の説明欄にリンクがあるんで、そちらの方からポチッと入っていただけるとありがたいです。本当ね。で、あとプライム会員とかね、そういったのもおじいのリンク下の方に用意してあるので、そこポチっていただいてね、プライム会員になっていただくとありがたいです、ね。そんなわけで、いやなんかね、1年にね1回あるかないかだよ、おじいがね、アマゾンのアフィリエーターとしてね、こうやって PR するのってめったにない、おじいやらないからね、心配詰まってるんです。はい、そんなわけでね、今回はアマゾンのサービスを紹介させていただきました。ガーディンウィークでね、もうみんなおじいちゃんの世の中見てる場合じゃねえよって、ね、雨も止んだし天候も良くなったしね、さあ表に遊びに行こう、レッツゴーって方がね結構多いんでね、みんな見てくれる人がいないで、だみんなさ、おじいのチャンネル見て暇してる人はね、あ、でもあれだね、よく考えたらこのサービスで楽しんでる間おじいの動画見てくれないじゃんね。どうしたらいい、こういうのって、どうしよう、どうしたらいい。あ、いいんだよ、2ヶ月間はこれを見ていただいても、おじいのチャンネルは後からでも見れるからね。あ、待てよ、でもその2ヶ月間おじい見てもらえなくなるからどうなんだろう。でもこれを見てアフィリエイトで入ってもらえるとプラスなので、見ていただいたとトントンなんのかな、どうなんだろうな、まあ分かんないけどね、なるようになるでしょう。はい、それだけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ、リンク見てね、見てね。